浅草は浅草のれん会。浅草のれん会。気軽な泊まりは浅草は三河屋本店。着物は浅草は緑屋。東京銘菓雷おこしは浅草は時和堂雷おこし。洋菓子喫茶は浅草はアンジェラス。L サイズの婦人服は浅草は三春。浅草は浅草のれん会へどうぞ。浅草のれん会。カメラが動いて顔がピタッ。iPhone のカラーテレビドアホン。ハートインライフ iPhone。バーミヤンバーミヤン、ガンガンボワボワガンボワボワ、タコイタエビブタ燃えるぜバーミヤン。バーミヤンの通貨は強火が命。2万キロカロリーの強力火力で美味しさ作りに燃えてます。中華で割ろうバーミヤン。何の名前よファッピー。ファッピー。子犬みたいなファッピー。ファッピー。よくわかんないけどなんだかかわいい。ファッピー、それはフロスティグリーンのスタイリッシュな普通紙ファックス。握りやすいスティックハンドコピーや電話帳も見やすい大型漢字液晶など使いやすい機能もプラスしました。シャープ普通紙ファックス。ファッピー。シャープ。伊藤ゆかりです。毎週日曜日の朝10時、私がおしゃべりをしている番組、ご存知ですよね。メタボリックプレゼンツ、伊藤ゆかり、素敵になるひととき。そう、あなたも素敵なサウンドで、素敵な日曜日をスタートしましょうね。スジャータ、スジャータ。コーヒーに、スジャータ。スジャータが、一時をお知らせします。ずいぶん派手なですね、なんか切れ巻いてますね、首に。しょっちゅうてるみさんがね、ドクターコパがね、今年の春は紫をつけてるといいっていうので、なんかやっぱりそうだってこう刷り込まれますよね。買ってしまいましたよ。ああ、なるほどね。なんかやけにでかくない？今年の去年の秋ぐらいから、大判のストールが流行ってるんですよ。なんかお金持ち風だよね。いかにもなんか私は金はありますよっていう感じでなんか歩いてる感じする。なりきん趣味ですか。そうそう、なりきんじゃなくてね、なりきん趣味。もう頭から噛んでるからね。いやー、若野アナ引退だね、とうとうね。はい、いやー、やっぱりね、体がもうちょっとあればね、あれだね。うん、要するに、若野アナ自身のコメントでもあったけどさ、体力を補う気力がっていうのがもう限界っていうのかな。だから今までは体力を補ってたわけですよね。気力でね、うん、でもどこかのスポーツ新聞のコメントの中に、若野花の友人の中野浩一さんのコメントがあったんですけど、どうしてももう一場所休まなかったのかって、それはね、すごく不可思議だっていう。そうなのよ、だから今場所休んで来場所をね、身体をかけてっていう。それでも良かったんですもんね。それはそうだと思うよ。だからでも噂だと、はい、要するに場所休んでるその状況が嫌いなんだって。それは休場してる時辛いんだ。この前焼肉食べてる時に、若野原さんから聞いてた気がする。そう、だから確かそうおっしゃってた。でもね、もうつまりこうその先こう自分のまた進路が決まるっていうか、また相撲やれるかっていうそのちょうど分かれ目なんだから、もう一場所ね、なんか我慢できなかったかなっていう感じはするけどね。しますよね。それは僕たちは伺い知ることができないよ。5月は東京だったんですか。そう、なんかその東京で ね、っていうのもなんかちょっと欲しかった気がしますよね。でも大阪場所で優勝ができなかったことを、なんか詫びてらっしゃる感じが、なんか若野花さんらしいなって感じしましたよ ね。まあ心残りは女の子3番目の女の子をつまり優勝して抱っこできなかったことだっていうことをね、はい、ちょっと言ってたよね。横綱になって優勝1回してほしかったな。そうですね。これはちょっと残念なところだね。でもしょうがないね、やっぱりね。体がない横綱っていうのはさ、過去いるけど、栃の海さんっていう人もいてね。栃の海さん、知らないの？浮かばないです。そう、はい、やっぱ体がないっていうのが最終的には大きいね。やっぱ心技体位で、体位の部分がやっぱりこれはどうにもなんないからね、努力したってね。心と技っていうのは努力すれば
なんとかなるかもしれないんだ。だってタイはね、タイばっかりはね、ある程度ね、うん、妊娠した初期の段階で決まりますからね。異様に太ってみたところでしょうがないからね。そうなんですよ。ね、骨格がないのに ね、太ってもしょうがないし。これがやっぱ災いしたっていう感じはするけどね。横綱在位わずか11場所、13年間の土俵生活ですからね。29歳ですよ。そうなんですよ、29歳なんですよ。お前のことはちょっと言えないけど、でも29歳で あの熟した表情ってのはやっぱりお相撲さんって早いですよ ね。初代若乃花72歳の誕生日、うん、っていうことだったんだって。はい、ね、若乃花勝二さん、くしくも、ね、はい、おじ、ね、おじちゃんですよね。そう、うん、鬼の目に涙とかいろいろ書いてありますけどね、うん、あ、とにかく残念ですね。またなんか番組来ていただいた話を伺いたいですけどね。お会いしたいですね。あとは何ですか、もうとにかく号外も出たでしょ。号外出ました、ね、うん、いろんな人がいろんなコメント言っててね。今日はだから要するにスポーツ面だけじゃなくて芸能面でも若乃花のことがねでかく出てるからね。一般ニュースでもね出てましたしね。そうなんだよな、うん、うん、君はお相撲では思い出の一番とかそういうのなんかあんの。あ、じゃねえだよ。そう、なんか誰でも別に若乃花に限らず、はい、私にとっての思い出の一番だよ。誰と誰の取り組みとかそれないの。ないです。なんで、そう簡単だね。だってそんなに記憶力が良くないんですもの。ああそう、うん、だから子供の頃そのおじいちゃんの膝に抱っこされて、うん、あのね、初代の朝日を見たかななんてかすかな記憶があったりとか。取り組み自体はあんまりないのね。覚えてないですよ。あ、そう、うん、そうないんだね。ないですね。あ、だから栃若時代のさ、はい、もう栃若のあれ優勝決定戦とかさ、すごいよ、四つになってね、うん、それであの栃錦のね、あの元井が切れちゃう、あ、じゃあ ザンバラ髪亡霊のようになって、そうそう、とかね、はい、うん、白鵬戦とかさ。白鵬戦というのは大吾と柏とだよ、はい、言ってあげないとねとんでもないこと言い始めますからね。白が分かんなかったりなんかしそうだったからね。今ちょっと白が浮かんでましたので。白じゃ危なかったかもしれないです。白の山だって言われちゃったりなんかすると横綱になってないからね。まあでも物心ついてからはあのね、横綱は12勝して9金という北の海のファンでしたけどね。北の海のファンだったの、はい、本当、うん、北の海の相撲でなんか思い出はない、うん、ないんですよ。悲しいね、お前。相撲ファンはね、やっぱ思い出の一番があるんだ。そうですか、思い出の一番はないんですけど、ね、でもすごい相撲ってあるよ。だから、うん、北馬山と佐田の山のね、はい、優勝決定戦。あ、そうですか。わかんないだろう。わかんないです。佐田の山横綱、北馬山名横、あ、名大関って言われた北馬山ね、はい、こうもみあげが長い。あ、もみあげが長いの、うん、わかんないです。両方ともそんな大きくないんだけど、もう土俵際でね、くる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 回りながらダンスしちゃったんですか。どっちがダンスしてるみたいな、どっちがすんだろうみたいな感じ、すごいんだよ、はい、両方ともね、やっぱかかとに目があるような、かかとに目がある、よくそういうこと言うわけで、うん、あ、でもかかとに目なんかなくたって、うん、あのね、ゴンダワラじゃなくて何でしたっけ、ゴンダワラって言われちゃうと、ね、ゴンダワラ、徳ダワラなんだよ。そうそうそう、ゴンダワラ、そこだから四つ矢こうちょっとね、三つ矢降りてくる時、はい、ゴンダワラ、ゴンダワラにあんまお相撲さん立ってなんかやってないでしょ。褒めたりなんかしないでしょ。徳ダワラに足がかかれば、足が出たの分かるじゃないですか。かかとで分かんねえよ別に。そうですか、はい、いやとにかくね、まあファンは本当に圧倒的に多かったですからね。多いですよね。これでちょっと相撲人気に陰りが出ちゃうとちょっと辛いなっていうね、うん、でも陰りは出るでしょう。出るな、出ます、完璧に出ます。うな、うん、一番人気だからね、うんうん、だってあの週刊誌でも、うん、あの若って字がどっかにあると、うん、上行きがそれだけで違ったって言いますから、うん、それは限りが出ますよ。そう、ね、お話しさせてもらっても普通の感覚だからね、うん、そうですね、すごくいいよね、うん、え、なんでこんなに普通なんだろうと思うぐらい普通だよね。そうなんですよ、ね、話しやすいし、ね、うん、昨日もインタビューの中で、うん、その一般社会となんか違わないようにっていう発言があったんですけど、うん、本当違ってないんですよ、うん、そうだよね、うん、夢のようだったっていう素直な気持ちがまたちょっと印象残るね。そうですね、横綱になれると思ってなかったとか言うんだもんな、うん、さあそれでは今日もお届けしましょう、吉田テレビのやる気満々。吉田テレビのやる気満々。さて今日の電話のテーマは紫頭巾がご紹介します。自慢の親戚、嫌な親戚。自慢の親戚、嫌な親戚です。例えば父の弟にあたるおじさんはお正月になってやってくると毎年5000円のお年玉をくれます、はい、でも1月10日ぐらいになると
あげた5000円貸してくれないか。あと他にもお年玉もらってるよな、2万円ぐらいなんとかなんないかと言って私からお金を借りていきます。50歳で独身のそのおじさんの、お前のところ唯一の趣味は例題です。競輪で借りる時の口癖は、これが5倍、10倍になって返ってくるんだからというもんなんですが、貸したお金はめったに返ってきません。貸した金は返ってくると思っちゃ、貸した方がいけないからね、そういうことを思っちゃね。まあ大体貸したら返ってこないと思わないとね、あげるというね、そういう腹積もりがないといけないとは言いますけれども ね、自慢の親戚、嫌な親戚です。電話番号は東京03-3359-1134、3359-1134。ファックスの番号は東京03-5269-1138、5269-1138。嫌な親戚いませんか？嫌な親戚ってのはやっぱりいるでしょ、それはいちいち言えないけどね。どこにいます？どこにって言えないだろ、そんなこと聞いてたりとか。確かテレミさんの親戚は大きなお世話だよ、親戚のこと口にすんじゃねえよ。高砂と立石と立石なんかいねえよ、立石は俺が生まれたところなんだよ。高井戸、高井戸になんかいねえよ。下北沢いないよ、下北じゃなくてね、下北沢ね。あ、いますよね、あとはいちいち言うなっつうんだよ。倉賀の倉賀のは今いないの。あ、そうですか、あとどこにいるんですか。群馬県の前橋やね、高崎。あのね、言ってもわからないの。オーラ郡、神田郡。オーラ郡じゃないよ、高崎市内は高崎市内だよ。あ、なんて町ですか、そこに嫌な親戚がいるんです。嫌な親戚だよ、本家だよ、バカ母方の。それはなんでそこで聞いてんだよ。お前とかみんな山梨だろ。嫌な親戚追い出しじゃねえかよ。なんか向こうさん来ちゃ親戚がもう嫌で嫌でとかなんか言ってんじゃねえか。私は自慢の親戚しかいませんのでご安心ください。親戚付き合い全部断りたいって言ってたじゃん。高崎の嫌な親戚はなんて名前なんですか。高崎の嫌な親戚って言うしじゃねえ。バカ。あ、怒るぞ本当に。放送で採用になった方にはヤルマングッズを一つお送りします。あのな、一回も言ったことないんだけど、そんなことな。ふざけんなよお前。さあ、今日の1曲目でございますね。ルクプルの曲ですね、はい、ジュリア。